はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ついに最強装備のレシピを入手しました。ようやく入手できましたね。で、その最強装備、アップデートが来ると、最強ではなくなると思います。いや、なくなります。これは確実だと思う。なぜかって、星ドラの外れ枠の装備なんですよ。それがね、最強装備なわけがないと思うので、間違いないと思います。で、入手方法ですけども、クエストですね。クエストリストのクリアのところを見てみまして、これです。クエストナンバー212、女神の石解放の時ですね。これが条件がありまして、レベル50になったら解放できるというクエストになります。で、このクエストですけども、ちょっとめんどくさいです。敵と戦うことはないんだけども、世界6カ所だったかな？確か6カ所ぐらいに移動しなきゃいけないんですよね。でも俺は、ルーラストーンを全部解放してやったので、そこまで苦ではなかったですね。全部解放してない人に限っては、ちょっとめんどくさいクエストとなっております。で、作れるようになった装備っていうのが、これですね。これですね。聖王シリーズです。星ドラの、もう外れ枠だよね。まあ、スキルは使えるやつはいくつかあったんだけども、まあ、外れ枠ではありました。これなんだよね。でも、これがね、作れないのよ。全く作れない。素材が、あのね、どこにあるのか全く見当がつかないんですよね。まあ、幻獣の骨。まあ、なんか幻獣を倒せばいいのかな。で、ドラゴンの角は、まあ、あるよね。で、虹色のオーブ。え、オーブって虹色あるの？っていう感じですよね。どこにあるんだろう。で、極めつけはこれ。黄金の飾り片手剣。どこにあるんだろうね。全くね、見当がつきません。これで剣だけじゃなくて、全種類あるんだけども、すべてにね、この黄金の飾りなんとかっていうのが必要になります。もしかしたら、レシピは、すでに解放されてるけども、素材はまだ、ないっていうやつかもしれません。いや、多分ないよ。これはどこにあるのか全くわからないんですけども、作れるようになれば、まあそこそこ強いんではないでしょうか。ああ、攻撃力下がるな。あ、そうだ。プラス3にしてるから下がるのか。攻撃力自体は結構上がるとは思いますけどね。でも能力的に星屑の方が強いかな。どうでしょうか。でも欲しいな。最強装備欲しい。ちなみに今装備してるのが、鍛冶屋レベル65の装備ですね。それをすべてつけておりますけども、ゴードンハンマーは違うか。1個下のやつだな。まあ、基本的に65のやつをつけております。でもやっぱりね、西洋装備作りたいんですよ。なので、素材の入手方法がわかるっていう方は、コメント欄に書いてもらえれば、嬉しいです。全くわかんない。あとね、もう一つね、謎のやつがあって、あのね、これ。これの、伝承効果っていうのは、どこでつけるんですか？伝承効果をつけるアクセサリーの、バトルチョーカーは、もうすでに入手したのよ。入手したんだけども、このね、伝承をつける場所っていうのが、わかんないんですよね。どこでつけるんだろうな。自分でもちょっと探してみますけども、わかる方がいたら、すいません。教えてください。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。